電車タイヤです。マキアレスね。アイルさんが無限マグマで荒らしたということで、学校生活ワールドが荒らされました。はい。で、この、マグマも、すべて、何回も、消しても戻ってきます。いやー、残念です。いやー、せっかく誕生日祝ってもらったんですが、作ってくれた人ごめんなさい。で、その無限マグマのバグを使ったアイルさん。じゃあその人のアイディアを見せるんですが、アイルさんは、この、アイルとアームさんっていういつも見てくれてる人だったんですが、まあ、この ID は英語でアイル1219って ID の人です。まあ、その人がフレンド依頼を送ってきたら気をつけてください。もしフレンドだったらブロックした方がいいです。この人はすごい荒らしです。誰がですか？1219さんっていう人をしなきゃいけないの、フレンドに。アイルさんという、そういうフレンドが、荒らしてきたので、まあ、学校はすべて自分が直したもの直ったんですが、まあ、ビルです。そのビルが直らないんですよ。ビルと、なんか工場が。まあ、普通に、皆さんはもし、フレンドになったら、結構報告した方がいいと思います。すごいハッカーみたいなことしてくるね。無限マグマとか、しかもなんかガラスが壊しても戻んないという、そういうバグを使ってくるんですよ。すいません、ホストさんですか今喋ってるの。はい、今嵐のことを喋ってる、動画撮ってる人は自分です。ってことで、アイルさんの嵐は気をつけてください。はい、なんかやりません。ちょっと待ってください、今動画撮ってるので。ってことで、はい、それではバイバイ。